あハンバーグのネタができたんで。どんな大きさ？自分の好きな量で。で。でもどんな形でもいい？でも空気抜かなあかんよ。これぐらい、これぐらいにしたら。芯がたおかわりができんで、何個も。あんまや。あ、こうやって。何個も浮かばない。で、こうやってハンバーグを作ります。はい、これ1個出来上がり。1個出来上がり。上手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 。はい、こちらだ。ペンちゃんこなんとんの。はい、チャーコン1個作ってみましょう。はい、もういいで。はい。自分で形決めるでしょ。できる？うん。おちんちゃんとして危ないから。うん、今日でできない。できんかったら作らんでいいやん。ママやろか。チャーコンかわいい。チャーコンこんなん足りひんやん、おぶやのに。そこ座らんといて、机の上座るとこじゃない。ハンバーグちっちゃ。おかわりできるやん。このハンバーグ。いつも足りひんじゃん。このハンバーグ。おー上手。ほら、そのこと考えてやってんねんな。ん？そう。大きい。だって大きかったらもう全部食べるやろ。こんなん一回でなくなるやん。こんなんでいい？ママ。うん。で、こうして。あ、もっとちっちゃく。上手やん、みんな。すごいやん。あー、上手。で、これでハンバーグ。はい、こっち、こっちでこうやって。言わ、アイカとやっといて。まあ、味噌汁作ってるから、そっちやっといて。このハンバーグ。こう、今映してるから、こっちやって。おかわりできないで。はい、どうぞ。まあ、味噌汁作ってくるから。もうできてんねん。こっち来たらええやん。もうできてんねん。よいしょ。翔くん巻いてまーす。翔くんはこんな感じでーす。今、ハンバーグを。こんな感じかな。子供と作ってるんで、うん、まあ思い出作りやる。これもちょっと足りないね。コロナが大変やもんな。学校もないし。じゃあ味噌汁作ってくるわ。だし物と、はい、だし物なかった。みんなのあるよ。これちっちゃいよ。いいね。でも変わってきるし。味噌汁とどんな形でもいい。お味噌は冷凍庫に入れてたら凍らず、冷凍庫に入れると長持ちするし柔らかい。冷凍庫に入れてる。これハンバーグね。ほんで、もう今家にあるもんでいい。いいよ。今な、買い物な、子供用にいるから大変やねんな、行くのもな。よいしょ。はい、あ